5年の足跡といいますか、なんか一気に振り返れる、味わえるあのアルバムになってるんじゃないかなとは思います。顔出していいなじゃないかとか、顔出した方がちょっと届きやすいなみたいな、なんかそういう風になんか思った時の待機の方で出させてもらったことあるかもしれないですけど、本当に好きなのかなと思います。アニソン界でビジュアル、トーク力、そして歌唱力の3冠を取りたいという、じゃあもうおばあちゃんになるまで、死ぬまでこの気持ちは変わらないだろうと、朝香のその決意を音楽にしたいなっていうのは思ってまして、メイシス、リリースインフォメーション。アクター山崎大輝、 His first best album Taiki the Best will be released on July 12th with his artist name Taiki。Main theme song of TV アニメ、ヤトガメちゃん観察日記3冊目、雑草魂なめんなよ、 and a song which was provided by Mao and Aki of the rock band Seed、 終わりの始まり、 are recorded in this album。 So, let's look back in his music activities with Taiki today。 はい、今回のゲスト、タイキさんにお越しいただきました。いらっしゃいませ。どうも、こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、タイキザベスト、はい、発売決定、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今回、ベストアルバムということで、はい、今までの活動がこう、ギュッと凝縮されたようなアルバムになってるかということなんですが、はい、今回、注目ポイント、魅力について、どのような形に仕上がりましたか？はい、そうですね。やっぱり、僕が、大体、5年あたり、うん、アーティストとして活動を始めさせていただいてから、はい、もう今に至るまでの大器として出させていただいた楽曲をもう全て入れさせていただいたアルバムなので、やっぱりこうこの5年の足跡といいますか、なんかそんなようなものがこう一気に振り返れる、味わえるあのアルバムになってるんじゃないかなとは思います、うん。はい、まあ、こんな風なところをちょっと注目してほしいななんていうところはどこになりますか？イマジネレーションズっていう一番最初に僕が出させていただいた楽曲があるんですけども、リアレンジさせていただいて、まあ、その楽曲がやっぱりあ、5年以上経つとやっぱこういう風になんだろうな、いろんなものが変わるんだなっていう、なんかこの時の流れをすごいやっぱり一番実感するトラックになってるんじゃないかなって思ったので、そこはやっぱ注目してもらいたい部分ではありますね。とやっぱりあと曲順が今まで出させていただいてもらったファーストシングルから全くこうシングル出した順に並べさせていただいてて、なんかそれもこう初めて聴く人にとってもなんかこう順を追って聴けるような流れになってて、なんかそれも一つのなんか狙いではありますね。はい、さあ今お聞きしましたファーストシングル、はい、イマジェネレーションズのリアレンジ楽曲、はい、収録というふうになりましたけれども、まあ、ボーナストラックということだったんですけど、5年前と、うん、今のそれぞれの5年前の大器と今の大器とリアレンジはこうなったなっていうところありますか？なんか変に背負ってないくなったなっていうのは、うん、なんか自分で歌ってても聴いてても思ってて、 あとはまあ単純によくやっぱライブでもイマジネーションズ一番歌わせてもらってた楽曲なんで、共に戦ってきた感じゃないですけど、うん、なんかよく歌ってたからこそ歌い慣れてるのもあったりとかも歌ってて感じましたね、うん。自然とこう元々のアレンジの時の歌い方をちょっとしちゃいそうになる時とかあって、うん、新しいリアレンジした方のこのちょっとポップな、うん、ちょっと軽い感じのイメージをこうサンドからもらいつつ、はい、ちょっと軽めに歌うことを意識がけたりとか、楽曲も明るいんで、はい、僕もちょっと明るめで歌おうとかっていうのはちょっと意識しましたね。そして今後の活動なんですが、ソロプロジェクト眠つき、はい、眠りにつくまで付き合って、はい、今ビジョンとしてはどんな風になっていきそうですか？そうですね、ちょうど今このタイミングで楽曲を書かなければいけない時間帯で、うん、なんならちょっと遅いぐらいなんですけどすごい今切羽詰まってるというか、はい、もう尻に火ついてて、はい、まさにこうビジョンさらに広がっていく段階ではあるんですけど、はい、アルバムこう作らせていただいて、でこれで今までこういう風に自分もやってきたんだなとかっていうのを感じたからこそ、さらにこれよりも上のものを作ろうとも思うし、まあ、眠つきといったら、ああこういう楽曲だよなみたいな、なんかそういうシンボルみたいなものも作れるようになっていけたらいいなっていうのは一応思ってますね、うん。
以前のインタビューで伺った時に、はい、まあ大気という名前のバイアスをかからないところで、うん、はい、はい、作品を発表していくことが眠つきで、うん、自分がやりたいと思うことですっていうのをおっしゃってました、はい、はい、それは今後できていきそうですか、ね、そうですね、めちゃめちゃやりやすいだろうなっていうのもう前回それこそ楽曲出させてもらった時に眠つきの方で、はい、めちゃめちゃ思いましたね、こんな自由に書けるんだっていう感じはありました、とても楽しかったです。今後その比重としてはどういう形にこれ音楽活動の中ではなっていくんですか、うん、ああでもなんでしょうね、なんか基本なんか自分で楽曲作ろうみたいな風に思うときは多分眠つきで作っていくことになっていくんで、ただ顔出していないじゃないけど、なんか顔出した方がちょっと届きやすいなみたいな、なんかそういう風になんかこう思ったときにもしかしたら大気の方で出させてもらうことあるかもしれないですけど、まあ基本は眠つきなのかなと思います。ライブでは全然今までも楽曲出させていただくんで、ぜひともっていう感じで。でもそれって面白いですね、なんか二刀流二面性じゃないけど。あ、本当ですか、ね、なんかありがとうございます。なんかステージも転換したら面白いですねね、急にね演奏して出てくるねおもろいな、はい、ソロプロジェクト眠りにつくまで付き合ってぜひ注目してみてください、よろしくお願いいたします、はい、します。それでは最後にこちらのカメラに向かって告知のほどよろしくお願いいたします。はい、先ほども話させていただきました大気ザベスト、7月12日に発売させていただきます、それに伴ってリリースイベントが、たくさんあるんですが、詳細はウェブだったりツイッターだったり SNS 見ていただけると嬉しいと思います、よろしくお願いします。重ねた薄い肌から伝わる愛の印、何度もでも何度もでも、だってさっそう魂舐めるなよ、全力で運心で一挙を、確かな心の熱い情報、焦れなしでゲラ OK。 The second guest is an Anison singer who reached the 7th anniversary this year, Asaka。Her long-awaited third album, Who's Me, which includes popular anime theme songs such as Laidback Camp Series, Summertime Rendering, She Professed Herself, Pupil of the Wise Man, and other gorgeous tie-up songs was released on June 28th. This time, we want to ask her about attractive part of the album and her feelings for her long-time activity.はい、今回のゲスト、朝香さんに来ていただきました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。今回、はい、アルバム、Who's Me リリースでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ今まで、Heart Touch、Pontoon ときまして、はい、サードアルバム、Who's Me ということで、はい、どんなアルバムになったのかちょっと教えてください。はい、まあいつもアルバムを出すときにはですね、19歳の時だったらジュークボックスとか、20歳だったらちょっと言葉濁しとこう、Heart Touch とか、でポントゥーンは実はそのブラックジャックのイギリス版の英語がポントゥーンなんですって、はい、うん、そんな感じでいつも年齢とこう絡めてタイトルを決めてたんですけど、はい、まあ、23歳の時に出すアルバムということで、あえてひふみと日本語読みに変えて23、ふみ、ふずみという感じでタイトルが決まったんですけど、実は昨年の10月に事務所を変わりまして、はい、それ以来初めてとなるこうバンで出すアルバムなんですよね、うん、なのでこう改めて自分はこの先どんな音楽を歌っていって、どういう形でお客さんに自分のメッセージを届けたいのかっていうのも改めて自分と向き直ってみる時間だと、うん、自分は一体何者なんだ、そうだアニソン歌手だという、ということで Who's Me っていうタイトルにもなってたりしてます。今回新曲4曲ほど入るということですけども、はい、トリプルクラウンが表題曲というふうに聞いております、はい、どんな楽曲になったんでしょうか。アニソン界でビジュアル、トーク力、そして歌唱力の3冠を取りたいという力強いメッセージが込められてまして、うん、はい、なんかこう私はいろいろな決意とこう魂をもう全てそこにぶつけてこのアニソン業界に入ってきたので、まあもう7年弱活動している中でその気持ちっていうのは一切今までブレてないんですよね。じゃあもうおばあちゃんになるまで死ぬまでこの気持ちは変わらないだろうということで、朝香のその決意をちょっといつか音楽にしたいなっていうのは思ってまして、なのでちょっとまあ向き直ってみたいっ
ていう意味合いが込められたアルバムでもあったので、私はあまり尊敬者になりたいんだっていう答えが出た今、じゃあそれをそのまま歌にしようということでトリプルクラウンが誕生しました。あのミュージックビデオも拝見しましたが、ありがとうございます。非常に色っぺい出来になっておりました。あら、23なので、はい、ちょっと色っぽい感じも出していきたいなと思ったんです。で、衣装もかなりちょっとこうレース感が強めな、ね、まあ、一言で言うとこう肌色が、お、出てるじゃんって、うん、男性がドキッとするような衣装だったので、じゃあ朝香のこう表情とか仕草とかもそっちに寄せていった方がいいなと思って、はい、今まではちょっとこうクールだったりパワフルだったり、ね、あとなんか元気だったりとか、うん、そういった自分を見せてきたんですけども、色っぽい、艶っぽいって確かにあまりやってこなかったなと思って、うん、だからこうね、高校生でデビューした朝香が今はこんな表情できるんだってい う, こう成長をぜひね、初めの頃から応援してくださってる方とかにはもうかなり感じてもらえるんじゃないかなと思います。さあ、アーティストデビュー7周年です、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。改めまして、7年活動してきた、はい、今の心境、まあ、トリプルクラウンに現れてると思いますけども、うん、7年ちょっとざっと振り返ってみて、どんな7年だったですかね。なんかね、新幹線でいうとのぞみ、お、もうね、とにかくもう要所要所肝心のとこでは振り返ることがあるんですよ、うん、今まで長かったな、あんなことあったなとか振り返るんですけど、とにかくあんま後ろを振り向かないタイプなので、はい、2,3 年に一度振り返って、うん、そのままずっと行って、で気づいたら名古屋にいるみたいな確定ではないですね。ただまあいろいろライブをやってきて、まあ大きなコロナっていうタイミングもあったり、声帯ポリープをね患ったりとか、ね、あとコロナにもかかっちゃったりもして、うん、本当に特に去年の1年ですよね、歌を歌えるどころか自分は生きていけるのか否かみたいなところまでもさまよった時期もあったので、うん、壮大に物事を考えるようになりましたね。歌だけじゃなくて、あの自分が今好きなことをやれてることにまず感謝しなきゃなとか、なんかね、こう大人になっていくにつれてちっちゃいなって思ってたことが、うん、気づいたらなんかもうものすごく大きくなってたりしてて、うん、私がアニソン歌手やりたいって思ってたこのちっちゃな気持ちが今ではもう7周年も迎えて、ね、たくさんライブもやらせてもらえて、やっぱ少しずつの小さな積み重ねがあることによって何年か後に大きくなってるんだなっていう、なんか種をばらまく感じ、うん、何年かかけてお花を咲かせていくっていう、なんかもうあっという間でした。この2023年、はい、残り後半の目標、うん、こんなことやっていきますよなんていうことありましたら、今年、まあ、デジタルシングルとか出させていただいたりはしたんですけども、バーンで出すのって、うん、もう多分これ1枚のみになるんです、はい、なので朝香的にはもうやることをやったと、うん、じゃあライブで、うん、直接来てくれるみんなにやっぱ朝香の生歌すごいなって思ってもらえる機会を作らなきゃダメだなと思って、朝香の生歌イコール最強っていう定義が少しずつできていけるような1年にしたいと思ってますので、うん、目指すは47都道府県制覇、47都道府県を回るっていうツアーをいつかやりたいと思ってます。今日はお忙しい中ありがとうございました。最後にですね、告知の方をこちらのカメラでしていただきたいと思います、はい、朝香さんお願いいたします。はい、改めまして朝香のサードアルバム Who's Me よろしくお願いいたします。リード曲トリプルクラウンを含め新曲を、ね、4曲取り下ろししておりますし、あとデジタルシングルのみでしか配信していなかった楽曲を改めてこうバンでギュッと集めて、かなりねボリュームのある1枚に仕上がってるかと思いますので、ぜひぜひ、このアルバム1枚撮るだけで朝香の全ての顔をしていただけると思います。何卒よろしくお願いいたします。そして、7月からですね、透明版ツアーが始まります。名古屋と大阪と東京、千秋楽は7月の16日日曜日、渋谷というミュージックエクスチェンジで行いますので、もし時間が合うよという方がいましたら、ぜひぜひお待ちしておりますので、たくさん楽しんでってください。皆さんこんにちは、フランです。私フランが歌うシアン・イノセンスは、漫画家荒川博美先生の
農業エッセイ漫画が原作のテレビアニメ百姓貴族のエンディングテーマとなっております。このシアン・イノセンスはレトロポップでどこか懐かしく、リズミカルで楽しい楽曲になってます。作品の舞台である北海道の広く、自然豊か、そして命豊かな、景色が皆さんの脳内でも広がるようにのびのびと歌いました。テレビアニメ百姓貴族と一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。フランでした。7th single Bling Bling Party is now on sale. Dance and vocal group by Leo, Ryo, Omi, Magura, Hyperb. Their annual summer live will be held this year too. Hyperb 5th anniversary live, High Voyage, will be held in August 11th and 12th, 2023. Ticket sales start from July 29th. Please check out details on Hyperb official site.Let's make hot memory of summer with Hyperb who reached the 5th anniversary. ボンフリーにブルーレイ &DVD が発売中です。お家に再生機器も機械芯もない人はどうしたらいいかって、私が飛んでいくのでディスクを用意して待っててくださいね。君が人生の中でこの場所に、いやこのセーブポイントにたどり着いたことは奇跡に等しく、そのことを何よりも嬉しく思う。ステージの幕をくぐり抜け、糸を引く魔法使いの仮面を剥ぎ取るんだ。科学アドベンチャーシリーズ最新作アノニマスコード、ループを閉じろ、神をハッキングせよ。お送りしてきましたメイシスリリースインフォメーション、いかがだったでしょうか。今回は大気ザベストをリリースする大気さんとブズミーをリリースしたばかりの朝香さんをお迎えしました。お二人の最新情報はオフィシャルウェブサイト、そして SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。それにしても暑い7月が始まりました。水分補給、塩分補給をしっかりして体調を整えてこの暑い季節乗り切っていきましょう。それではまたお会いします。 See you next time. Bye bye.